おはようございます。お疲れ様でーす。バスケ小田急の肩慣らしです。お願いしまーす。上がりましたか？なんすかね、あら、桜井さんっているじゃん。あー、桜井和俊さん。あ、違いますね。違いますね。好きだすね。ミスチル？俺も好き。うんうん。違う。あの、ソニーの芸人の。あー！桜井さん。桜井さんね。アルファベットの桜井さん。桜井さんね。桜井さんにツイッターってフォローされてます？これは、されてますよ。されてる？うん。あ、やっぱり。急にフォローされなかった。一緒？いや、俺は、同じ内容だったら申し訳ないんだけど、あれ、フォローされてたの知らないな。なんか、されてたんだけど、まあ急だったんだろうけど、要は、あれじゃない？面識ないのに、めっちゃリツイートしてるって話じゃない？そうそう。いや、だからもうそんだけのことなんだけど、何なんだろう、あれっていう。わかるわかる。なんか、急にフォローしていただいたの、ね。いつの話？それは最近なの？いや、最近じゃない。結構前、1年、2年ぐらい前で、桜井さん結構テレビとかも、だよね。ちょこちょこ出てて。R1 の決勝行ったぐらい、ね。そうそう、歌ネタで面白いってなりだしたぐらいに、面識ないじゃん。全然。急に桜井さんからフォローして。はいはいはい。多分じゃあ、僕も同じタイミングだと思いますね。で、おそらくね。あ、もう、まあありがたいからフォローを返して。はいはいはい。フォローしてくれと、なんでだろうと思いながらやったら、ツイッターで、なんてことない、例えば単独ライブやりますっていうツイートだったら、このいいね押すとか、リツイートしてくれる芸人さんいるじゃん。それはありがたいじゃん。桜井さん、なんか、アップライブジュニアのバトルライブとかのいいねとか押してくれる。なんかもう、なんでそれいいね押してくれんのみたいなのを、いいね。押してくれるっていうのがもうずっと続いてて、ずっと不思議で、ありがたいけど、なんかよくわかる、よくわかる。わかるわかる。なんでだろう。俺も、全く、なんなら、2ヶ月ぐらい前に俺話そうとしてた、同じこと。あ、本当？忘れてたけど、俺はもう、インスタまで来てて、俺が。この、ライブとかじゃなくて、もう、料理とか、柔術やりましたとか、地元帰りましたみたいなやつにはね、もうものすごい桜井芸人が、桜井かっこアカウント名桜井かっこ芸人がもう確実に、また桜井さん、あのハートつけてくれくださって、ありがたくて、ありがたいよね。で、あれじゃない、続きある、この話。一応ある。はい、一応ある。あれの、それで、なんかちょっと、あったらちょっとお礼というか、なんかちょっと話そうかな、みたいな、なんとなくあってさ、なんか最近出てるライブで、ボスザルライブっていうのがたまに出てんだけど、それに桜井さんがちょこちょこ出るわ。で、一緒になる時が最近たまーにあるわけね。で、俺、そのボスザルライブ行った時に、こう、楽屋にいたら、桜井さんが、こう、バーッと来たわけよ。で、なんか、その手の話も含めつつの感じで、ちょっと愛想よく、あ、ありがとうございますって言ったら、なんか、あの、そうそう。って感じで、そうそう。で、なんか、チューニングしたんですね。そうそうそう。俺？そうそうそう。もうなんかね、入ってくんなよっていう。そうそうそう。あるよね。目も合わない。目も合わない。あれ？何このツンデレな。だから、俺は、あれ、なんだ？わかってるよ。わかってんの？芸人が、芸人って名乗りますか？どういうこと？プロ野球選手が、プロ野球選手って、ツイッターで、自分で名乗りますか？あ、名前のところに。いや、まあ、わざわざは書かないんじゃない？だから、桜井芸人。桜井加工芸人。それは、偽物なんです。芸人なんて書くやつないでしょ。芸人が。え？あれもきっとね、偽物のアカウントなんだ、あれ。怖い。マジ？え？そうじゃないと辻褄合わない、あんな。なんであんな目合わないの？あ、でもあり得るか。全く知り合いじゃないじゃん。だって、あの感じ。でもそのね、フォロワー数とかも、なんか、別に少なくないけど、俺よりちょっと少ないぐらい。もっと多くてもいいじゃん。なんかちょっと微妙な感じ。おかしいだろ、あんなの。だって、あんなに、もうファンじゃん、俺らの。あんだけ。うん。だ、
すごい、今日は充実しているガンタさん美味しそう、美味しそう、あ、実家帰ってるバトルライブが雨で中止になった、やだ、いいねってそんな、え、あん、してる人が嘘やろ、なんであんな小さい楽屋で一回目合わないんだよバレてるぞ、桜井、桜井かっこ芸人、そういうことか、お前偽物だろ、あれアカウント、この野郎、ちょっとやめてください、偽、めちゃくちゃ騙されてたわ、マジか、だって名乗るはずがない、芸人が、自分は芸人だってえ、桜井さんのそのアカウントはなんか見たことある？あんまちゃんと見たことないんだけど、ちゃんと桜井さんっぽいツイートしてんのかな、知らない、それは、あ、ありがたい、ありがたいって思って、うん、そっから掘ってはいかない、あ、そうなんだ、これ以上は掘ってないんだ、うん、え、偽物だいや、ちょっと本物やろ本物やろ、本物だったら桜井さん今度目合わせてくださいよなんだろうな、あの感じじゃなかったらおかしい、不気味すぎるよ、あなたこうされんだよな、あったらなんやろあれ、いやでも偽物説あるね、辻褄合うね割とおかしいだろ、芸人っ芸人って書いてる芸人さんいないいないだろ、いない、強調するために、強調するために泥棒じゃないですって泥棒が言ってるような、あ、そうか、逆だけどこれはとりあえずなるほど、よかった、俺もスッキリした、忘れてたこの話、そうか、俺も全く思ってた、それもう、ね、ものすごい、ものすごいもひ全部拾ってくるから、そう、ツイッターとかいい人だなインスタまでって思って、謎が解けました、そうでしょう、偽赤です、お前は偽物だ桜井かっこ芸人、桜井かっこ芸人